それでは円卓会議ご出席の皆様についてご紹介させていただきますが、詳細につきましては皆様にお配りしたこちらの当日資料のプロフィールをご覧いただければと思います。ですのでここではご所属とお名前のみ着席順にて読み上げさせていただきます。まず NPO 法人鎌倉寺子屋副理事長池田紀美子様、明日は理事長の池田正幸さんにバトンタッチということで、はい。続きましてコトラボ合同会社代表岡部智彦さん、社会福祉法人生き生き福祉会専務理事小川康子さん、NHK 解説委員後藤千恵さん、法政大学キャリアデザイン学部教授佐藤勝子さん、堺内科医聴覚クリニック院長堺太郎さん、 NPO 法人町と学校の未来代表理事竹原泉さん、NPO 法人日本エコツーリズムセンター世話人森光一さん、 NPO 法人グループ富士理事長鷲尾紀美子さん。なお明日ご参加の予定の方として東京大学副学長西村幸男さん、神奈川大学講師久田邦彦さん、レシャード委員委員長レシャードカレットさんをご予定しております。そしてこの21世紀神奈川円卓会議の企画を立案いたしました運営委員会の方々をご紹介いたします。印刷博物館館長東京大学名誉教授樺山光一さん、株式会社日本国際放送特別専門委員高島初久さん、東京理科大学総合研究機構教授黒田玲子さん、神奈川国際交流財団理事長福原義晴、同じく財団常務理事武藤誠、またこの円卓会議の様子はこの湘南国際村からインターネットを通じて社会に広く発信しております。その運営をお手伝いいただく方々としてご紹介いたします。模造紙に講演や討議の記録をご発言を記録いただくゲンプランニング奥村源さん、そうした発言をネット上にツイッターで配信いただく葉山芸術祭実行委員飯塚茂之さん、そして冒頭から画面でもご覧になっていただいておりますがユーストリームで配信をいただく横浜市民放送局の皆さんです。それではこれから討議に入りたいと思いますが、その討議の際のご発言にあたってはネームプレートをお立てください。順にモデレーターの陣野さんから指名いたします。なおネームプレートを立てた順番がモデレーターには分かりにくいこともございますので事務局の者がお手伝いさせていただきます。ご発言の際にはマイクのスイッチをオンにし、ご発言が終わりましたらそれをオフにしてネームプレートを元の位置にお戻しくださいますようお願いいたします。できるだけ多くの皆様にご発言をいただくためにこれは申し訳ないんですけれどもご発言時間は1回3分とさせていただいております。前のステージの方で2分経過時と3分経過時にパネルで表示いたします。それではこれからモデレーターの陣野さんにお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。はい、それではこれから討議に入りたいと思いますので、第1日目でございますから、講師それから討議者の皆様方全員にご発言をいただきたいというふうに考えております。で伊藤先生の基調講演の最後で伊藤先生は人間は自然の部分であり、建築も自然の部分であるというメッセージを伝えたいと
というお話でございました。人間が自然を支配し自然の君主になろうとしたときに私たちの今のような悲劇が始まったのかなという気がいたします。また縄文の母性という言葉が出てきましたけれども、日本の自然は本当に人間の生活にとって優しくてですね、世界で初めて、壺を作った国民は日本国民です。縄文式土器と今から7000年前にできますが、これが世界で初めてです。というのは縄文式壺というのは持って歩けませんから、農耕をしていないと、つまり定住をしていないとですね、住み続けていないと壺は使えないんですね。で、したがって大体今から5000年ぐらいのメソポタミアなんかが次で始まるんですが、日本は、不思議なことに、採取狩猟経済でありながら壺を作った。それはなぜかというと、日本の自然は本当に優しくて、食料が向こうから来てくれる、つまり魚、特に貝ですが、貝塚って全国にあるように、貝が向こうから来てくれて、でそれを、つまり食料がうろうろしなくてもですね、向こうから食料が来てくれるという恵まれた自然なので、壺を最初に作りました。で、日本はスープの母国でありシチューの祖国ですね。初めてシチューや祖国を作り始めた。で、これは温めることができますので、温めた瞬間に食べられる貝と食べられない貝が分かる。死んだ貝は開きませんし、生きている食べられる貝は開きますから、それも分かるという日本人の知恵が凝縮されていることであり、そうした縄文の式の土器から伝わることは、住まうということですね。住み続けるということが地域力の重要な源泉だというふうに思います。さらに先生がご指摘いただいた遠野の問題などは、私が見に行くと、つまり私が指摘しなかった重要な問題で、地域社会と地域社会のつながりも地域力に入るかもしれないと。で、今回の特に岩手の震災では、近代以前に残っていた地域間のつながり、つまり遠野と沿岸部ですね、近代になると浜通りみたいな発想でみんな東京にスッとこういうふうになっちゃうもんですから、しかしそれは実際には救助には救援には役に立たずに、近代以前のつながりが役に立ったと。遠野は完全に司令塔になって機能したということですので、ちょっと付け加えると、地域力の中に地域社会と地域社会の結びつきも重要かなということを感じましたし、またみんなの家、それから祭りなどのご指摘を聞く と、偉大な哲学者イリーチが指摘しているコンビビアリティですね、宴会っていうのが変ですが、市民が、住民たちがお互いに楽しみながら参加しながら地域社会を作っていく、そういう力も重要だなということを気づかされた次第でございます。それでご参加していただいている講師討議者の皆様にご発言いただきたいと思いますが、先ほどのように立てていただくとありがたいんですけれども、まず最初の口火を後藤さんからお願いできればと思っておりますので、後藤さんお願いできますでしょうか。はい、立てるというのは何を立てるんですか。すいません、これを立てるんですか。これ横に寝る感じですね。ただ後藤さんは冒頭なので特に立てていただかなくても、この後にご発言いただく方々で、ご発言したいということを意思表示することで、それがそのネームプレートを立てるということですので、名前がなんか寝てしまったので立ってるというよりは寝ているという感じ。はい、特に立てていただかなくても後藤さん大丈夫です。はい、すいません、1番目のご指名ということでちょっと緊張しますが、私 NHK の解説委員しておりますけれども、今日はご当地へという個人としての発言ということでやらせていただきます。
なかなか私 NHK の中でマジョリティになれませんで、でも私が言ってることは多分10年20年後にはですね、あの頃後藤が言っていたことは正しかったと評価されるんじゃないかと、半分冗談の半分本気で思っております。で、今この私が思っていること、それはやっぱり今すごい大きな転換期にあるということですね。時代の転換期、これまでの経済成長を続けてきた日本でもなかなかもう経済の成長は望めなくなっていた、なってきている。で、じゃあこのあとどういう方向に進むのか、これがなかなか見えないまま本当に20年が経ってしまった。このままいくと、神野先生も書かれている失われた30年になってしまう。で、ではじゃあここから新しい社会をどう作っていくのか、そこで、この新しい社会の担い手、改革の担い手になるのは誰なのかというときに、私はやっぱりこれは政治というものが上から大きな力で下に下ろして改革していくというのではなく、やっぱり地域の人たちのじわじわとした小さな試み、小さな活動がですね、どんどん広がっていくことによって、下からいつの間にか改革が行われていた、そんな改革が行われていくんだと思うんです。で、実は今この過渡期にあるわけで、じわじわとした改革が進みつつあります。でもこれは裸の王様と一緒です。この改革、目に見える人には見えるけれど、見えない人には見えない。おそらくここにいらっしゃる方全員にはこのじわじわとした地域の動き、地域の力強いこの動きっていうのは 見えていると思うんですが、例えば、経団連の会長さんには見えていないかもしれない、個人的意見です。でも、このやっぱり動きをですね、どんどんその目に見える人だけでいいというわけではなく、やっぱり加速させていかなければいけない、スピードアップさせていかなければいけない。そのために何が必要か、私はやっぱりこの地域の動き、地域の力というものを、今回の、テーマですね、地域の力というのをしっかりと社会で評価してもらう、そのことが大事だと思います。もうあと1分ですか。早いですね。ということで、急に焦ってきました。で、地域の力というのはですね、行政とか政治がやるさまざまな施策より実は上回っているんですね。どういうふうに上回っているのか、たくさんあるんですけど、あと1分ですから2つだけ言います。例えば1つはですね、行政がやれば支える人と支えられる人に分かれてしまいます。支えられる人は支えられるで終わってしまいます。だけど地域の人たちの動き、活動を見てみますと、支えられる側の人がいつの間にか支え手になっていたりとかですね、私本当大事だと思うんです。自分の役割、出番を得て、やっぱり誰かのために立つ、誰かに役立てる喜びっていうのを得たとき、本当にみんな元気になるんですよね。で、こういう取り組みっていうのは行政にはできないんです。で、もう一つ、一石二鳥、三鳥、四鳥の取り組みができるということ。行政でやるともう縦割りですから、高齢者の問題、子どもの問題、障害のある方の問題、それぞれ縦割りでそれぞれ解決しようとしますから、なかなか一石一鳥 の解決しかできないんですけど、地域の方々、もうコミュニティハウスとかでいろんな方々に集まってもらって、そこで本当に出番を作り出したりして、一石二鳥、一つの課題だけじゃなくて一気に課題を解決していく、いろんな課題を解決していくということができるんです。やっぱり多様な、その問題がこれだけ広がっているときには多様な解決の仕方しかない。もうあっという間に終わりですね。で、それでですね、あとやっぱりこういうふうにしてなぜ評価していくのが大事なのか、それは地域の、行政のお金が足りないから、財源不足だから地域にということではないんです。やっぱり地域の方が行政のやることを上回るんです。地域の活動の方が上行ってるんです。みんなの家は自治体がやってることも本当に上回ってますよね。やっぱりそういうことをやっぱり認識することによって、こういった活動にお金や人やいろんなものが集まってくるようにしなければいけない。だからこその評価だと思うんですね。例えばコトラブの岡部さんのような若い方がですよ、この誇りのある持てる仕事をやっぱり長く続けていけたり、やっぱり結婚して子供を産んで、それでもこう続けていけるようにしていかなければいけない。で、もっと言えば、いずれこう若い人にまた引き継いで、またステップアップをしていく、そういう一つの過程にこういう取り組みがなるべきなんですね。で、例えばアメリカの大学生の就職ランキング1位はグーグル、ディズニーを抑えて NPO です。 Teach for America という NPO が大学就職ランキング第1位なんです。で、アメリカではやっぱりこういう NPO などに寄付金が20兆回ってます。20兆ですよ日本はでもそれでも5000億ぐらいは回ってるんですが、
やっぱりこうやってやっぱりそのきちんとその行政よりもしっかりした仕事をしているんだということを多くの人が目にして、裸の王様じゃなくてみんながこう目にできるようにして、そしていろんなものがここに集まってくるような仕組みを作っていく。でやっぱり私たちあのメディアもですね、やっぱりあのそこは問われているところで、私自身そういった形でのそのいろんな伝え方をこれから頑張りたいと思います。すみません、遅くなり長くなりました。はい、どうもありがとうございました。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、すいません、小川です。早く喋らないと他の人に喋られたテーマがなくなって、私の主張は、まあ、次の世代にどのような日本社会を残していくのか、今私は普段は高齢福祉の老人の仕事をしています。しかし今その高齢者の福祉から見えてくるのは、その家族あるいはその人が住んでいる地域にある実は若い世代の問題の方が深刻だというふうに思っています。岡部さんとも前少しそういうお話ししたことありますが、そういう意味では次の世代に何を残すのか、まず私は命を残す、命がどうつなげるのかというのは日本の今深刻な転換期に来ているなというふうに思っています。でその中で地域の中ではさまざまな活動、命や生き方あるいは死に方を解決するためのさまざまな NPO や活動がありますが、実はそれを壊しているのは誰だろうか。先ほど後藤さんは地域の力の方が上回っていると言ってくださいました。私もそう思います。しかし片一方でそれを壊している力があるように思います。一つは私はそれを行政が壊しているような気がします。先日も NPO の若者 のパーソナルサポートの事業、今内閣府のモデル事業をやっていますけれども、3年間の積み重ねにもかかわらず、まあ、モデル事業が終わったら終わりなんでしょうかというようなことを平気でこう行政に言われてしまうとですね、モデル事業というのはそのお金のついているときだけやるのか、必要なテーマがあったからそれを残すためにモデル事業だったんではないのかというので、昨日、議論してきたばっかりですが、まあ、一つは行政が相変わらずこの時代にあっても縦割りで、物事を考え、そして無駄を省こうとしない、無駄を解決しようとしないので今なお縦割りの無駄を続けていることは、市民の力は、まあ、後藤さんは言われましたけれども、お金がないから市民参加だねって、それは違うだろうというふうに思ってますが、そこがまだ理解できないことと、もう一つはやっぱり日本のメディアはどうなんだろうと、継続していろんな情報を市民力あるいは地域力がつくように情報を出し続けているだろうかどうか、メディアもこうその時噂になったものがバーッと出てやら今度ストンとなくなってまた新しいもの、でそうやって市民の人たちはいろんな情報に最近惑わされているような気がします。改めて地域の中でのメディアの作り方も今日横浜の市民放送局来ていますが、こういう市民が作るメディアも重要ではないかなと思っています。で最後ですけれども、まあ今日、帰属力という言葉で神野先生が地域の話しなさいました。やはりチームを作る、何人かが集まったらそれが組織となるという中で、法人協同組合だとか、それから社会福祉法人だとか、あるいは NPO だとか、そういう組織が持っている力をもう少し緩やかに市民が集えるような、そして使えるような組織法人を使うということも大事かなというふうに思っています。以上です。はい、むしろ壊している場合もあるというようなことで、さまざまな行政、メディアなどの存在や、それから最後にはあれですね、今年は国連の国際組合、なんだ、共同組合ね、ですので、その問題を触れていただいたわけですが、どうぞご発言ください。
お二人にご紹介、名前をご紹介していただいたんで、ちょっともうお話をさせていただきたいと思います。岡部と申します。私、横浜で、町づくりの会社をやってるんですけれども、私の主張としては、気づいた人が、いろいろとやっていく、もう時代になっているのではないかなというふうに、思っているので、そのことをちょっとお話をさせていただきたいと思います。私はこのことをやり始めたのは2004年なんですけれども、それまでは大学院で建築を実は学んでおりまして、それこそ伊藤先生のような教授の方はすごく憧れていたような、そういう一学生でした。でそれがですね、横浜の寿町という日雇い労働者の町にたまたまあるきっかけで行ったんですけれども、そこで NPO の方々と出会いまして、なんかひょんなことからそこで、いろいろプロジェクトをやるようになってきました。で町は、いろんな社会問題がありまして、それこそ生活保護の問題、高齢化の問題、空き部屋の問題、ネガティブなイメージを持っている地域であるというような、そういう問題とか、そこに対して、自分は何か、建築も含めて、自分が今までやってきたことを、そこで、やっていくことができないかなということで、ただボランティアでやることは もちろんできないので、サステナブルにするような仕組みを作って今会社としてやっております。で、今政治の方でも新しい工業というふうに言われていると思うんですけれども、でも実際問題僕は思うのは、行政が決めた新しい公共っていう枠組みだと思うんですね。そうではなくて、本当に市民一人一人が自分の地域で問題だと思ったことに対して実際にアクションをしていった積み重ねが実際の社会に反映されるっていうことが本来の意味での新しい公共だと思うんです。僕らの家ですとか職場、そこの中は自分の中でアレンジすると思うんですけれども、そこから職場に行くまでの間自体も自分たちの空間、自分たちの環境だと思っていい時代だと思うんですね。でそこに対して自分たちが提案をして、よくしていく、要は行政がもともとやっていたことかもしれないんですけれども、そこを責任を持った上で自分たちでやっていく、なんかそういうことを、やれる環境になりたいなと思います。であともう一つは、先ほど後藤さんがお話しされたように、若い人たちが今地域に入ってきているかというと、やっぱり大体の学生たちというのは就職活動して大企業に行く、もちろんそれは安定するからというのもあると思うんですけれども、今ソーシャルビジネスとかいろんな視点で若い人たちが地域ですとか社会問題に対しても関心を持っています。でもなかなかやっぱり一歩を踏み出せないという現状も中にあります。それはやっぱりライフプランをちゃんと設計できるかというと、僕もまだ もちろん今食べてはいけていますけれども、今後将来の部分のライフプランというところに対しては多少心配もありながら、やっている感もあります。でもそれをちゃんと作っていくためのフィールドというのをこれから、作ってい かなければいけないかなということが自分の中の主張としてもあります。以上です。川さんもあれですね、岡部さんも指摘されていることは、新しい公共というのが下から後藤さんのあれでして、下から上へと上がってくるのだったらともかく、上から掛け声をかけて新しい公共を作れと言ったときには何か危ういことがあると、何か任せようと思ったりですね、財政面からの節約を考えてみたり、するようなことがあって、基本的に下から上がってくる自発性の芽を摘んでしまうというようなご指摘だったかと思います。あといかがでございますか。お願いします。竹原です。今日は伊藤先生、神野先生のお話を聞きながら、私の今やってることに照らし合わせたり、それから菅原さんの話に共感したりして聞いていました。で私は場を運営しています、横浜市にあります学校の中に380平米の公設民営のところを、本来ですと退職校長先生が運営するような場所に、私のような市民を入れて新しいものを作ってほしいということでやりました。で多分設置者の予想を超えてというか、ゲリラのように活
ことを広げておりまして、今被災地から新しい学校をこれから統廃合して小中一貫で作るとか、もうどこにまだ建設予定地わからないけれども作るんだけれどということで、教育長さん以下漁協の組合長さんや河原組合の御方ですと河原組合の組合長さんを含め、本当に町の方と学校の関係者が東京に一泊して私のところを見に来てくださるようになりました。それは施設 の, ハード面だけではなく、そこでどういう人が行き交って何が行われているかというのを見に来てくださるんですが、まさに今日のお話が建築家が場を作ることで何が町に起こるかということを本当に改めて学ばせていただきました。で、私は日頃から場というのはとても大事で大きな力を持っていると思っています。で、楽しいことがまず第一、行ったら楽しい、また会いたい人がいるっていうことが一番の第一な要素ですね。一回行ったけどもう行かないっていうのは本当にその時に連れなくされたとか居心地が悪いとか規則ばっかりだとかいうことだと思うんですけれども、で、そこに人と情報が行き交うと地域の生きた情報がいっぱい入ってきていっぱい出ていきます。そしてその中で一番私は、まあ、少し先にあることですけれども、人は仲良くする方法、はっきりもうちょっと詳しい固い言葉で言えば合意形成の仕方、町での合意形成の仕方を学んでいたり、それから、自分が担い手である何かできるかもしれないという意識を醸成したり、そしてある時には社会の変革や政策提言ができるようになっていくんではないかと思っています。本当に最初の縁側で喋ったこと、一緒に鍋をつついたことがそれにつながっていくような気がしています。で、私たち の, コミュニティハウスも、学校の中にあるので規制の観念があったんですが、私はそこに12人かけられる可動式 の, 楕円のテーブルを買い、中庭にはパラソルを買い、なんでパラソルが学校にいるのかって何度も行政の方に言われましたが、いりますと言って買いました。他は節約するからこのパラソル2本買わせてくださいということで、やっぱりそこに町があることを象徴するものを置きながら、そこでコーヒーを飲んだり飲み食い自由にして、その代わりゴミを持って帰ってね、それから掃除もみんなでしようねって、こうそこのオーナーであることをみんなが実感できるような、自分がそこ の, 使う人でもあり運営する人でもあり、そこを作る人だっていう実感が持てるように今までしたんですけれども、まさにその伊藤先生や菅原さんが作られたみんなの家のコンセプトとからまた学び、そして多分被災地これから必要だと思いますし、実は横浜でも他の地域でもそういうものが本当に必要だと思っておりますので、今日はとってもたくさんのことをいただいて帰れます。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。なければこちら差し